こんにちは、長宝寺の清徹です。今回は吉宗寄進の航路についてちょっとお話ししようと思います。将軍、八代将軍吉宗ですね。八代将軍吉宗は実はこの紀州で12年間藩主を務めてるわけです。で、12年紀州藩主でその実績が認められて江戸に行って八代将軍になったということなんですね。で、吉宗が八代将軍になった時、江戸幕府というのは大変な大赤字であったということが分かっています。で、なかなか後継ぎもない、将軍の後継ぎもない、それで吉宗がいよいよ呼び出されたということなんですけども、後継ぎもきちんと決まらないで大赤字を抱えて、実は江戸幕府というのはその吉宗が継いだ時にも危急存亡の時であったわけですね。で、吉宗は将軍になった時、年号を享保という年号に変えるんですが、その享保の改革、吉宗の政治ですね、享保の改革によって江戸幕府を立て直したということになるわけです。で、長宝寺にあるこの航路ですね、享保10年に寄進されたということなんですが、ですから吉宗が将軍になって10年目の節目に寄進しているということです。で、実は平成7年にですね、 NHK の大河ドラマに八代将軍吉宗という大河ドラマがあってですね、その時にいろんな時代考証の先生が吉宗について、その時代についてですね、吉宗とその時代についていろいろ調べ上げたわけです。で、江戸幕府が大変な大赤字であったと。で、享保10年ぐらいにどうも黒字になったんではないかと、享保の改革がうまくいってですね、そういうことが分かったわけです。で、その享保の改革によって黒字になった、まあ、黒字に転換して、まあ、江戸幕府を立て直して、その時にこの長宝寺に寄進をしていると、航路を寄進しているということなんですよ。で、まあ、将軍になった10年目の節目であるということと、自分の政治がうまくいって幕府を立て直したと、そういうことをおそらくその先祖の先祖である紀州藩の初代藩主に報告するということのための航路ということになるわけなんですけども、実はですね、この吉宗さん、その生涯を通じてお寺に物を寄進したというのはこの航路一つだけなんです。で、将軍というものは神社ですね、いわゆる東照宮に刀とか鎧とかを、まあ、寄進するというようなことは あるわけなんですけども、お寺に寄進するというのは吉宗さんの場合はこの航路だけだったということです。ですから吉宗さんにとって大変特別なことだったということになるわけなんですが、その報告、まあ、おそらくその自分の、10年目の節目と幕府を立て直したということの報告をするのにですね、まあ、初代の藩士の霊前にということで航路を寄進してるんですが、まあ、紀州の初代であるということが、まあ、大きな理由だろうと思うんですけども、その初代藩主というのはですね、父親じゃないんです、おじいさんなんですよ。おじいさん、ご自分の父親の霊前に報告するという
ことじゃないんですよね。でそこに何があったのかというのはもう書いたものが特にないんで、まあ、私もこうやって憶測で言ってると言えばそれまでなんですけども、少なくともですね、吉宗さんの心の動き、将軍になって10年経って先祖に報告という時の おじいさんの初代の藩主にするというのところにですね、実は吉宗さんの生々しいね心の動きがそのまま現れているものであると言っていいと思います。ただそれが何を意味しているのかというのは、まあこうやって語ってるわけですけども、勝手なことを言ってるといえばそれまでなんですが、少なくとも吉宗さんを物語ってる、生々しい吉宗さんの心を物語ってるものがここに寄進として、物としてあると。一生に一度のお寺への寄進がおじいさん、まあ、初代藩主であるおじいさんへの寄進であったということなんですよ。まあそういうものがここにあるということですね。でこの初代の藩主というのは、まあいろいろまた今回お話しすると時間的に長くなるので、またいずれ改めてお話ししますが、大変な豪胆というか傑出した方ですね。で、徳川家康さんの10番目のお子さんです。10番目のお子さんですが、一番可愛がられたと言われている方で、実際家康さんが手元に置いて生まれてから成人するまで家康さんが直々に手元に置いて仕込んだ方、唯一の家康さんが自分で仕込んだお方というのが紀州の初代の藩主さんなんです。でその初代の藩主さんを非常に、まあ、吉宗さん尊敬していたということもわかるわけですね。まあ、そこに吉宗さんの人間としての心を、まあ、触れることができるのではないかということです。で、この香炉自体の説明というかね、お話をしますと、まずですね、非常にすっきりとしてごてごて、まあ、きらびやかなものではない。もちろん仏前に置くものですから絢爛豪華というようなものはないわけですけども、それにしてもさっぱっと見が非常に地味な感じのものです。ですけれども非常に細かく作り込まれてですね、さすが将軍が使ったもので、まあ将軍が寄進されたものであるという風格があるわけです。で細かい細工はこれはおそらくは紀州の古川、西国の三番の古川寺の近辺に古川の鋳物の伝統ですね、鋳物の伝統があって、そこの職人がおそらく江戸に行って作ったもんじゃないかなと思いますね。鋳物の伝統が古川にあるんです。でこの台の赤い漆はですね、これは根頃塗りです。根頃塗りの職人がおそらく江戸に行って作ってる、そういうもんだと思います。であとこの特徴はですね、上の獅子乗っかってる香炉の上の獅子の頭、ここですね、ここに、まあ、丸い輪が書いてあって、おそらくこれが日の丸ではないか、日の丸というか日輪ですね、日輪太陽ではないかと考えられているわけです。でこれはですね、実は三重県の熊野に矢吹志保さんという天女座というところなんですけど、矢吹志保さんというか音楽家の方がいらっしゃって、うちで演奏を昔ね演奏していただいたことがあって、その時この香炉を見たんですよ。でこの矢吹さんって方は NHK のいろんな番組に音楽をつけるような方なんですけど、エレクトーンの奏者でね、
ステージで獅子舞をやる、獅子舞です、獅子舞をやることもある。で、獅子頭についてはまあいろいろ勉強して知ってるんです。で、獅子の頭のここにね、日の丸がある、これはない、初めて見たと。やはり将軍のつ、まあ将軍が寄進したものであるからこういうもんなんだろうと、日の丸に、まあ、日輪があるんだろうということなんですよ。で、皆様も狛犬とかね、獅子頭、ご覧になってですね、ここにここに日の丸のある獅子頭、多分ちょっと見たことないんじゃないかと思いますね。やっぱりさすが将軍の、将軍の寄進したものであるということです。それとこの香炉に三つ葉葵の紋所がついてるんですが、非常に葉脈が細かく作ってあるわけです。で、一口に三つ葉葵、徳川家のね、家紋の三つ葉葵って言いますけども、実はまあ250年、にわたるまあ歴史があるわけですから、時代によってちょっとずつよく見たら違います。で、よく見たら違っていて、今ではね、骨董なんかで偽物も実際あります。よく似た三つ葉葵を作ってるつもりが、変な変ちくりなね、偽の、まあ、三つ葉葵かなというのが実際あるんですけどね。ただここの香炉についてるこの三つ葉葵が吉宗の時代に将軍が使っていた三つ葉葵であるという一つの証拠、事実としての証拠の品にもなるわけですよ。で、文化財というのはこうやって単なるものなんですけど、ね、その時代の例えば吉宗の心の動きを知る、心に触れることのできるものですよね。それと、まあ、その時代に実際使われていた三つ葉葵をの最終的な根拠、将軍が使っていた三つ葉葵はどんなもんですかという時、最終的な根拠の品と、まあ、物的証拠というかね、そういうものとしてもまあ重要であると、文化財の価値でもあるわけですよ。で、まあ、今回、まあ、ざっとお話ししましたが、またいずれもう少し細かいお話もできると思います。